コートランドシェリントンコートグロスはアメリカ合衆国の初期の飛行士で35年間にまたロッキードの有力な役員であった。1967年に会長職を辞して引退した。グロスはマサチューセッツ州ボストンに生まれハーバード大学に学んだ。彼は兄であるロバート・ E ・グロスと共に1932年にロッキードを買収し、 同社を航空宇宙関連事業のコングロマリットへと成長させた。会長職にあった1966年には2月11日付のタイム氏の表紙を飾った。引退後はフィラデルフィア郊外のメインラインの屋敷で生活していた。1982年7月15日、ペンシルベニア州ビラノバの自宅にいたグロスは妻アレクサンドラ・バン・レンセレール・デブロー、グロス。 家政婦のキャサリン・オハラ・バンダービューアと共に、銃撃により殺害された。放浪者のロジャ・ピー・ブールが、殺人の罪に問われ、有罪となった。グロスの亡骸は、ペンシルベニア州ホワイトマーシュの聖トマス協会の墓地に、埋葬された。ありがとうございます。